マストゲームズです。はい、今日はですねこちら白猫テニスやっていきたいと思います。こちらのゲームなんですけど、白猫プロジェクトにね登場したキャラクターたちが多数登場する本格リアルタイムテニスゲームとなっております。実際にやってみるとね非常にね面白いです。ではやってみましょう。スタート。はい、では実際にやっていきたいと思います。ではね、まずどんなゲームかこのツアーというところを回りながらご紹介していきたいと思います。で、このツアーってねどんなものかと言いますと、白猫プロジェクトでいうクエストですね。イベントのねこういうツアーがあったりとか、他にはね様々なこういうねシティがあるんですけど、ここで様々なトレーナーと戦って経験値だったりアイテムをゲットしつつ進んでいくっていうものですね。では開始。はい、では実際に戦っていきましょう。で、僕はこの手前のキャラクターでーす。でね、3人までね自分たちのキャラクターをこういう風にね交代で出てこれるんですが、僕ね今一番最初の方がねミラー、あの白猫プロジェクトでもおなじみのミラーが当たってこういう風に今ねいます。で、もちろんね白猫プロジェクトでも大活躍だったこのねプニコンを使って操作していくんですけど、ほらこういう風にねサーブを打ったりとかで動くのもねこのプニコン使いますし、うん、まあいろんなねあの要素があるんですが、じゃあ実際にやっていきましょう。じゃあまず普通のサーブ打っていきます。で、このねサーブなんですけど、ちょうど球が赤く光ったとタイミングで打つととってもいい感じです。で、プニコンでこう動きながら、危ない、近い近い近い。で、このね、キャラクターの周りにあるサークル内で打つと、とってもいい。で、タイミングとかもあるんですけど、このチャンスの時にガツッと打つと、スマッシュが打てるとかね。まあ、いろいろあるんです。はい。で、タイミングがね、早くなったり遅くなったりしちゃうと、どうしてもね、いい球がね、返せなかったりします。で、次はね、このミラが打ってるね、フラット。のサーブいきます。これね強いんですよ。いきます。ドン。どうですかこのめちゃくちゃ強いサーブ。やばくない、やばくない、イエイ、超かわいいし、はい、まあこういう風にサーブも打てたりします。でね、サーブだけじゃなくてですね、はい、ここ今ね右のねボタンがあるんですけど、スピンとロブって書いてあるじゃないですか。このね、プニコンを例えば下に、プニコンを下にスライドさせるようにね、操作すると、ロブが行ったりとか、スピンが行ったりとか、キャラクターによってはね、ドロップも使えるみたいです。ほら、こういう風にロブが打てたりとか、普通に打つとスピンだったりするんですけど、今はね、ちょっとね、普通のショットになってしまいましたね。で、スライスも打てるんで、ほら、タイミングよくスライス打って相手をね惑わしていきたいと思います。で、この打つタイミングで右左にねこうスライスすると、あの球の飛ぶ方向をね調節したりします。ではこのフラットショットを中心近くに狙って打ちたいと思います。いきます。あ、さらにですね、今ちょっと紹介忘れたんですけど、あのスーパーショットっていうね必殺技的なのもあります。これが溜まると、あのキャラクター固有のねスーパーショットが打てるということでね、あのそれも強力なんで、ちょっと今ね打てないんですけど、よし、あ、なんだ、いきますよ、せーの、ゴー。うわ、打たれた。で、今スタミナがこうなくなっちゃってるんで、ほらほらほら全然走れないんですよ。で、このアイテムを取るとスタミナが回復していい感じ。で、食らっちゃった食らっちゃった食らっちゃった。マッチポイント。はい、マッチポイントです。次僕が倒せ、次点取れば、ボルト、あ、ボルト、やばいやばいやばい、点取れば勝ちなんですが、よし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 、もう少しだ、スーパーショットまでもう少し近い、よし、打てるかなこれ。もう一回打てばスーパーショットちょっとお見せしたいな。はい、で、スーパーショット打ちます。あ、勝っちゃった、私の勝利よ。はい、ということで、こういう風に今はね、コンピューターと対戦していったんですが、これね、なんとタワーというところでね、リアルタイムで日本のね、どこかにいるユーザーさんとも対戦できるんです。次はね、そちらやっていきたいと思います。はい、ということでね、次はタワーに来ました。でね、このタワーどういうものかね、ちょっとご紹介していきたいと思うんですが、
タワーでは全国のプレイヤーとリアルタイムで対戦ができます。で、各階で上の階へ上がるために必要なね、鍵を集めて最上階を目指していくということで、まあ、最上階に行くと全国ランキングにね、参加できるトッププレイヤーを目指して頑張りましょうということですね。約2週間に1回リセットされて21回以上ならシード権がね、ゲットできるということですね。ちなみにこれね、全国のランキングということでこういう風にね、見れるようになります。最上階に行くと全国のランキングに参加できるということで、ちょっとね、これここに乗ったらかなり誇れますよね。で、ちなみにどんどんね、上の階に行くと報酬ももらえまして、キャラクターたちのレベルアップなどなどに必要なアイテムがこのようにね、ゲットできます。では実際に僕もタワー行きましょう。今ね、実は20階にいるんですけど、結構20階強いです、ぶっちゃけて言うと。うん、では頑張っていきましょう。相手がね、僕はまだまだね未熟なんですが、相手はかなり強いです。はい、あ、ではこの方と対戦ですね。じゃあまず土下座でよろしくお願いしますってことね、やっていきましょう。はい、ということでこちらが相手のキャラクターたちです。勝てるようにちょっとね、頑張っていきたいと思います。で、まずはね、サーブがどっちからになるかってことなんですけど、相手のサーブからになりますね。ちょっとね、マジでね、頑張っていきたい。はい、もう早速始まってますが、僕のね、このミラの作戦で言いますと、相手をね、こう左右になるべく振って、スタミナを消耗させます。で、スタミナを消耗させると、相手動けなくなっていくんで、そういうね、持久戦で戦っていきたいなっていうのが、僕のね、作戦で、ではあるんですが、ちょっとね、やられちゃってますね。で、これ5回得点をできると相手になります。勝ちになります。相手になります。ちょっとサーブミスっちゃいました。よし、じゃあこれは真ん中に行こう。よし、惜しい。危ない危ない、ちょ、ミスったミスったミスった。よし、左に振る。オッケー。で、ここで体力を回復して、よし、オッケー。あ、アウトだ。いやー、ちょっとやられている、やられている。悔しい悔しい。よし、僕のサーブですね。ここでサービスエースを狙いたい。どうだ。このね、ミラなんですけど、サーブタイプなんで、サーブが非常に強いキャラクターではあるんですが、相手もね、非常に強い。よし、スライスで、やばい、逆に走らされている。体力の消耗が、よし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 、オッケーオッケー。相手の体力を奪っています。そして右に振る。で、相手の体力がなくなってきたところで、スピードスピンをかけた球を打ちたい。よし、でスーパーショットが打てますね。さっき見せなかった。うわー、ワンスリー、やられた、やばい。そんなで、相手ね、多分ね、このタイミングで、あ、キャラクター変えてこない。キャラクター変えなくても勝てるっていう。うーわ、今の見ました。今のが相手のキャラクターのスーパーショットです。で、僕のね、このミラちゃんなんですけど、もう体力がないんですよ。でも他のキャラクターにしても多分負けると思うんで、サービスエース狙いで。体力がない。そして体力がない。そして体力がない。やばい、相手も体力ない。よし、2対4ね。このね、全国で今僕と戦ってる盛り上げていくぞ。ちょっといるってことは不思議なことですね。よし、やばい。よし、よし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 、3対4。まだ分かんない。マッチポイント、ここでキャラクター変えましょう。さすがに危ない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 。なあ、やられたー。はい、ということでね、負けちゃったよ、悔しい。いや、もう少しね、序盤で僕うまくやってれば勝てたんじゃないのかなと思うんですが、このね、全国の誰かとやってるっていうのがね、非常にね、楽しいんですよ。
相手によって同じキャラクターでも戦略だったり戦い方が違ってくるんで、僕もね、同じことだけしてても勝てないし、いろんな戦略も立てられますし、キャラクターがいろいろ変わったらどうしようとか、さらにね、自分のスキル、腕もね、これすごく出てくるゲームになってくるんで、このプレイヤースキルもね、上げていけるっていうね、奥深いゲームですね。マジで楽しい。はい。ということで、こちらがタワーですね。まあ、タワーをね、やっていくと、こういう風にね、経験値だったり獲得アイテムもたくさんゲットできるんで、おすすめです。はい。ぜひね、皆さんもね、こちらのタワーに参加して、こう、スキル、キャラクターをね、育てたりとか、やってみてはいかがでしょうか。ちなみにね、このアイテムの消費アイテムっていうね、こういうものを持ってます。最初にね、結構もらえるんですけど、これすると30分間経験値2倍になったりするんで、こういうのをね、うまく使いながら、序盤はレベルアップだったり、アイテムを確保していくと、うん、こう、キャラクターたちが育ちやすくて楽しいと思います。これはね、白猫プロジェクトとね、同じですよね。はい。ということで、他にもですね、こちら、チームタウンというものがね、あるんです。これ、チームを作ることができて、まあ、そのチームってね、どんなものかって言いますと、最大16名のプレイヤーが集まって一つのタウンを育てる場所。で、メンバーと一緒に他のチームタウンとダブルスやチームメンバーとチャットができます。というものですね。で、チームを作るにはタワー20回到達してないといけなくて、でね、その、同リーグのね、チーム内で、ランキング、をこうね、競い合えるっていうね、そういうものです。まだね、僕ね、チームに入ったことはないので、詳しくはね、まだわからないんですが、さらにね、このチームを作ることで、違った遊び方がね、できるんじゃないでしょうか。うん、楽しそうですね。なんか、ね、友達たちでみんなでチーム作ったりしたら最高だと思います。で、このキャラクターたちなんですけど、白猫プロジェクトと同じで、このね、ソウルボードで、レベルアップをさせていくことができます。もうね、僕のミラー69レベルなんですけど、このね、ルーンを集めてソウルを消費することによって能力がどんどん解放されます。これで今ね、僕のミラーのレベルが70になりました。鍵付きのところはね、この鍵が外れないと能力は解放できないみたいです。結構いい感じでね、上がってきてるんじゃないですかね。では最後にですね、こちらガチャをやっていきたいと思います、ね。でね、僕ね、このゲーム始めてからまだね、最初のチュートリアルのガチャしか引いてなくてですね、このガチャチケットというものがあるんですけど、それね、10個貯めました。ということで、こちら10連ガチャ引いていきたいと思います。はい、ちなみにね、僕がこの撮影している日はですね、リリース記念ガチャというのが開催されているので、こちらのね、キャラクターたちの努力が当たってくれたら嬉しいなと思います。ではこちら 10プラス白柄のテニスプレイヤークライブだ。ガチャル10連って初めてです、ぶっちゃけ。うん、っていうかまだ1回しかチュートリアルでガチャ引いてないですからね。どんな感じになるんだろう。果たして、お、テニスコートから、あ、ボールが出てくるように、お、ガチャが引けると。あ、銀、金、お、金いっぱいだよ。どうなんだろう、どうなんだろう。あ、銀もいる、銀もいる、金もいるし、金、金、結構金多くない？お、まず1点目、星3、激レアです。なるよなるよ。はい、2体目、あ、かわいい、かわいいですね、激レア。ハートが割れちゃってますけど。はい、そして3体目、おお、なんか爽やかなキャラクターですね。はい、4体目の ロボットテニスロボサービンです。本当にテニスロボットなんだ、だったんだね。はい、そしてこれ何体目だ。5体目か。勝たせていただく、勝たせていただく。あ、また出たテニスロボ。試合モード展開します。試合モード展開します。あ、こちらのキャラクターも可愛い。始まり。はい、そしてみんなのこと応援しちゃうよ。このキャラクターは正統派なキャラクターって感じですね。お、なんだこれ、女子高生みたいなキャラクターですね。はい、始まり
ハイルーン、キャラクターが被るとハイルーンになるんですね。そして、はい、お待たせ。こちらのキャラクターかっこいいですね。騎士って感じですね。はい、ということで10人の仲間が加わりました。残念ながらね、星4は出なかったんですが、ね、星3でもね、十分使える、ね、キャラクターたちもいっぱいいると思うので、うまくね、こう自分たちのチームを組み合わせてやっていきたいと思います。はい、ということで今日は白猫テニスやっていきました。非常にね、面白いです。全国の誰かと戦ってると思うとね、負けると悔しいし、勝ちたいなと思ってね、どんどんやり込んじゃうゲームですね。はい、皆さんもぜひぜひこちら白猫テニスやってみてください。動画概要欄にね、ダウンロードリンク貼ってありますので、そちらからぜひチェックしてみてください。ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。